イドリブの戦いでは、シリア内戦下のシリアアラブ共和国イドリブ県、イドリブにおける複数の戦闘について記述する。イドリブは、イドリブ県の県庁所在地。シリア北東部のアレッポラタキア間にある肥沃な盆地に位置する。農業は、綿花、穀物、オリーブ一軸ブドウトマトコマアーモンド、工業は紡績、オリーブ油製造などが盛ん。 アラブの春がシリアに波及した2011年以降、イドリブ県は、アラブの春は、反アサド色が強い地域となる。そのため、政府軍と反体制派の間で戦闘が繰り返された。2015年3月に、反体制派のファトフ軍が、イドリブを占領して以降、イドリブは、反体制派の戦闘員や、民間人らの避難先となっている。シリア内戦が始まってからの6年弱で、 イドリブに流入した国内避難民は70万人に上るとする推計もある。2012年、大統領バッシャール・アル・アサド率いる政府軍と反体制派の自由シリア軍の間で攻防戦が行われた。同年3月までにイドリブは反体制派の中心地として機能していた。しかし、シリア政府軍は4日の間も攻撃を加え、反体制派を駆逐した。 2012年7月、反体制派の自由シリア軍は、アサド政権に対する総攻撃作戦、ダマスカスの火山とシリアの地震を開始した。イドリブでも政府軍に対する攻撃が行われた。しかし、寄せ集めの自由シリア軍は、メンバーの指揮、規律が低下し、2012年夏過ぎには、人身の離反を招いた。その結果勢いが弱まり、 イスラム過激派に反体制の主導権を奪われてしまう2015年3月、政府軍と反体制派組織の合同作戦司令室、ファトフ軍の間で、イドリブをめぐり戦闘が行われた。この頃、同市には、住民やシリア政府の支配を離れた、イドリブ郊外からの避難民、数十万人が3年にわたって、身を寄せていた。 ファトフ軍はこれまでの反体制派以上に高度に組織化され、また重武装化していた。ファトフ軍は政府軍による空爆を喰らいながらも、約2000人の戦闘員が40両に及ぶ、兵員輸送車に乗って四方から攻撃を加え、政府軍拠点を制圧した上で、市内に侵入するなど、系統を立った戦闘を展開した。なお、戦闘開始前から、イドリブの行政機構は、 ジスル、シュグールに移されており、このことがイドリブ陥落を早めたとする見方もある。2015年3月24日、シリア政府が統治するイドリブ攻略のために、アルヌスラ戦線、シャーム自由人イスラム運動など、イドリブ県で活動する複数の反体制武装勢力による合同作戦指令室、ファトフ軍が結成された。これをきっかけに、 シリア政府軍とファトフ軍の間で、イドリブの支配権をめぐり戦闘が行われる。ハヤート紙によると、イドリブ攻略に参加したファトフ軍戦闘員の内訳は、以下の通りこれに対して、イドリブ市の防衛に当たっていたシリア軍は次の通り3月25日、戦闘が行われ、ファトフ軍による自爆テロが行われ、検問所が襲撃された。この時点ですでに、 イドリブ県の大半は反体制派が支配しており、政府の支配下にあるのは、イドリブ市、アリーハー、ジスルシュグール、アブーズフール航空基地など6つの基地を残すのみとなっていた。一方で、ファトフ軍の中核を担うと思われていたヌスラ戦線は独自行動をとっていることが明らかとなった。26日、イドリブ周辺でファトフ軍が次々と施設を占領していった。 これに対して、政府軍は空爆で応戦すると同時に、新たな検問所、長所などを設置して、反撃を試みた。27日、イドリブ県知事のハイルティームサインイドが、軍服姿で、政府軍部隊を視察した。ファトフ軍は攻勢を強め、イドリブ一帯の軍検問所20カ所を制圧し、市内に侵入した。そして、中心部の中央郵便局、 市東部のミフラーブ交差点、国立博物館、農学部、福祉関連ビル、マーラトミスリーン交差点、シャムラガソリンスタンド、ハール市場などを制圧した。市北東部では、バーブハワー検問所を制圧し、カファルヤー町、風足に至る、平坦路を遮断、政府軍の進攻を阻止するための防御を固めた。28日、イドリブは陥落し、ファトフ軍の手に落ちた。 ジハード主義者に占領された県庁所在地としては落下に次いで二つ目だった。ファトフ軍は市民から歓迎されたと主張した。また、イドリブ中央刑務所にはファトフ軍兵士たちが侵入し、シリア政府によって処刑された囚人たちの遺体とする写真を公表した。バッシャール・アル・アサドの写真は破られ、前大統領ハーフィズ・アル・アサドの像は破壊された。この時点で、 シリア政府の支配下に留まっているのは、行政機構を移したジスル、シュグールのほか、アリーハー、アブーズフール航空基地、マステューマ村の野営キャンプ、アレッポ県方面のレンガ工場などわずかな町と施設に限られた。しかし、これらの拠点も反体制派の構成にさらされた。戦闘では、双方合わせて170人の兵士、戦闘員が死亡した。 支配者の交代に伴い、イドリブから大量の避難民が市外に流出した。一方で、それまでトルコやイドリブ県各地に避難していた元住民がイドリブへ帰還した。イドリブ陥落に衝撃を受けたアサド政権では内部対立が生じたとされる。また各地で反対制派の勢いが強まり、4月の南部戦線によるダルアー県での攻勢 5月のファトフ軍によるジスル・シュグール占領、アイソルによるパルミラ占領などが行われた。イドリブ成立後、ファトフ軍の本部はイドリブに置かれた。しかし、ロシアの参戦によって激しい空爆にさらされることとなった。そこで、ロシアとトルコの仲介で、アサド政権とファトフ軍の間で交渉が行われ、2016年12月には一時停戦が実現する。 しかし、この停戦ではシリア征服戦線が対象外となっていた。そこで、シリア征服戦線は、停戦に応じた、シャーム自由人イスラム運動を中心とする、ファトフ軍主流派を批判し、2017年1月には、ファトフ軍非主流派組織が合流して、タハリール・アル・シャームが結成された。ファトフ軍と、シリア解放機構は、イドリブ県各地で戦闘を繰り広げた。 2017年7月、HTS とシャーム自由人イスラム運動の間で、イドリブの支配をめぐり戦闘が行われた。その結果、シャーム自由人イスラム運動は撤退し、イドリブは、HTS が掌握した。ありがとうございます。